人的保障では同失った結果勝ちで崩壊しそう。西武がソフトバンクに FA 移籍した山川穂高内足の人的保障としてワラツヨシ投手を指名する方針を固めたと1月11日付の日刊スポーツが報じた。宝の山とも言われる豊富な戦力の中から西武側が誰を指名するのか密かに注目されていたが、まさかのレジェンド左腕だった。和田は早大から2002年ドラフト自由枠で大A入団、03年に14勝で新人王に輝くと10年にも最多勝 MVP など数々の輝かしい功績を残してきた。仮に移籍となればチームにとっては大きな痛手となる。すでに新任の小久保裕紀監督も和田に関しては有原と並び開幕ローテーション入りを明言しており、昨年も先発陣に関しては悩まされたチームに大きな穴が開くことになる。精神的な支柱と認められており、将来の監督候補幹部候補生であることは間違いなく、この点でもフロントの判断が問われそうだ。和田だけは予想できなかったわ。ローテーション左腕の柱を放出するとは。和田はローテ投手としての戦力的な部分だけではなく投手陣の精神的支柱でもある。これが事実ならばソフトバンクは痛手どころではなく最悪チーム崩壊までありえる。戦力としてだけじゃなくて他の選手の手本であったり、将来的にはソフトバンクのコーチや監督になるべき選手だからプロテクトしてないのはおかしいだろう。和田はプロテクトしとけよ。マジでフロントアホやな。ソフバン、さすがに西武も和田はクッキー読んで選ばんやろ。プロテクト外したろ。ライオンズとしては和田という戦力を獲得できた以上にホークスの内部崩壊を狙ったのかも。長い目で見てこれだけライバル球団を弱体化させる選択ないな。成績だけじゃなく和田を万一取られた時の影響を考えればプロテクトしないといけない選手だったと思うんだけどね。ソフトバンクのフロントは目先の勝利だけじゃなくてもっと考えてほしいわ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。